道3段、空手4段、合気道4段、ついでに中国拳法なんかもかじってきて、もう周りに敵はいないってな感じではあったんだけど、今のご時世そんなので食ってけるわけもなく、時給がいいからってんで今日もバイトにそしむ私ではありました。でもまさかこんなことになるなんて。いらっしゃいませ。あ、3人か。まあよかろう。なんです。お前らに我々地底人類の母体となることを命ず。ことよ。ここで問答をする気はない。連れて行け。はっ。ちょっと なんですかあなたたち。ああ、何すんの。話してよ。抵抗しない方が身のためだ。さっきの話だと、私たちを母体にするって言ってたわね。要するに、彼らの子供を産まされるってことね。そんな、こっちの意思確認もなく勝手にそんなこと考えられても、なんでそんなことを。彼ら地底人が何らかの原因で女性がいなくなった、もしくは子供を産むことができなくなった。そこで遺伝子的に近い人間の女性を母体として、その種を保存しようとしている。そう考えるのが妥当じゃないかしら。だとしても、なんで私たちが。それは簡単ね。単に手近だったからでしょ。手近だったからって、それだけの理由で。野獣が狩りをするのに理由がいる。目の前に標的があれば狩りをするわ。今の彼らは種の保存という大きな命題を持って狩りをしてるのよ。私たちはその獲物ってわけ。そんな、こんな時によくそんなに冷静に言えるわね。自分がどんなことされるか考えてないの。あんな奴らに好き勝手に犯されて平気。こんな時だからこそ冷静に状況を見ていないといけないんじゃない。パニック起こしたって何の解決にもならないわ。このままあいつらに侵されて子供産まされるなんてごめんだわ。そんなに喧嘩しないでください。そうねごめんなさい。どうするんですか。逃げるのよ。とは言ってもここがどこなのかもわからないのよ。どう逃げる気。逃げるにしても、もう少し情報を集めた方がいいわ。
無茶しても仕方ないかも。冷静にチャンスを伺うのよ。そうすればきっとチャンスはあるわ。そうですね。でもグズグズはできないわね。ええ、とにかくここから出ることを考えないと。ここから出られさえすればそれなりの経験はあるからなんとかなると思うんだけど。経験？ええ、一通りの格闘技は手をつけたわ。それでなんでこんなバイトしてたわけ？お金いいんだもん。それはそうだけど、でもそれならなんとか戦えるかも。私たちだけじゃどうし。誰かが来るみたい。見張りかしら。おとなしくしているようだな。ジタバタしたってしょうがないでしょ。その通りだ。もはやお前らに選択の余地はない。素直に従った方が利口だぞ。そうね、私もそう思うわ。サキさん、物分かりがいいな。そうやって素直にしていればもっといい扱いをしてやるものを。何しろお前らに。そうよ、もっと丁重にもてなしてほしいもんだわ。ちょっと、さっき。だってそうじゃない、こんなところに閉じ込められてるなんてもうごめんよ。どうせ変わらない運命だったらこんな捕虜扱いよりはビップ待遇の方がいいわ。こちらとしても素直なやつにはそれなりの待遇は与えるつもりだが。こんな薄暗いところはもううんざりなの。それに私たちは地上の人間だから光がないと辛いのよ。ちょっとだけでも光が欲しいの。ねえ、私だけでもここから出してくれない？そうだな、お前は物分かりが良さそうだからな。この上の通路から上に行けるから一緒に。本当？嬉しいわ。ちょっと、サキ、どういうつもり？何よ、なんか文句あるの？私はもうこんなところ嫌なの。人に偉そうなこと言っといて自分だけ良けりゃいいっていうの？私は協力的なんだからいい目を見るのは当然でしょ。連れて行ってちょうだい。私だけ。ああ、ちょっと待ってろ。アキラ、うりゃー！ふう、うまくいったわね。びっくりした。サキさん本気かと思っちゃった。そんなわけないでしょ。しかし、よくあんな原始的なのに引っかかったわね。言ったでしょ、彼らには女性がいないって。女の嘘が見抜けるだけの経験が積まれてないのよ。上からの命令に服従してるだけの真面目な生き物だもん。そりゃ無理ないわ。あんたの分析力ってすごいと思うわ。それでどうす。当然逃げるのよ。どこに向かえばいいんですか？わかんない。でもとにかく走るのよ。そんな。さっきのやつの言ったことを信じるしかないわね。ここを登ればきっと地上に出れるはずよ。どっちに行く？
ちよ。貴様ら、なぜここに？そこをどいて！バカを言うな。貴様らは大事な母体だ。逃がすわけにはいかん。そんなのになる気はないのよ。だったら力で分からせるしかないようだな。望むところよ。手は脱走か。何が脱走よ。勝手に連れてきといて。逃がさん。やはり脱走してきたか。こんなところにいたくなんかないの。地上に帰らせてもらうわ。そうはいかんな。君らはまだ役割を果たしていない。何が役割よ。勝手に連れてきておいて。ならば、お前たちが狩りをするとき、わざわざ狩りの対象に確認を取るとき、普段平気な顔をして食っている肉や魚、自分たちが命を奪った相手に確認を取る。そんなこと関係ないでしょ。関係なくはない。狩りをすること自体が悪いとは言わない。生きるためだ。だが自分たちがやっていることを他からされたからといって、それを恨むのは筋違いだと思う。しかも我々は命を取ろうなどとは言っていない。体を借りるだけだ。そうでなければ我々の種族が絶滅してしまうからな。お前ら人間が数多くの生き物に対し殺戮を行っていることに比べれば、可愛いものだと思うが。確かに理屈ではその通りかもしれないわ。理屈でどうだろうと、嫌なものは嫌なの。でもどうしてここには女の人がいないんですか。それに人間の姿をしてるのも一人だけだし。そうね、それを聞かせてほしいわ。我々の種族の中で子孫を残すことができる体を持つのは王族だけなのだ。地上の核実験の影響で DNA に変化が起き、女が生まれてこなくなってしまった。このままでは我々の種族は絶滅してしまう。だから人間の女を母体に使うことでしょう。種族維持の方法はない。そういうことなのね。どういうわけだかは知らないけど、どうしても返さないっていうなら力ずくで帰らせてもらうわ。仕方ないな。手荒な真似はしたくない。
歩け。待って、私はここへ残るわ。え、サキさん。この人たちだって自分たちの子孫を残すために仕方なくやったことだろうし、そりゃやり方はちょっと強引だったけど、でも私にできることなら力になってあげたいの。人間に火がないわけじゃないだろうし、さっきの硬そうな連中はちょっと嫌だけど、この人ならちょっとかっこいいし、なんてね。わかったわ、あたしたちは戻るけど頑張ってね。さっきさ、もう会えないんですか？いつかまた会いに行くわ、きっと。ええ、待ってる。